はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は10月の8日、第183回目の配信となります。今日もちょっといつもと違って日曜日の配信ですけれども、ちょっと来週の火曜日は都合が悪いので、今日の配信となります。先週の、時にクライマックスシリーズ2位でいけるかも、頑張れって言って、あの前の試合、あの、ま、試合の前の日にね、ちょうど配信だったんで、結果がたった2安打しか打てなくて0点で負けました。ただピッチャーがね、頑張って東君というのが頑張って、今年最多勝を取ったピッチャーは、あの1点しか取られなかったんですけども、何せ打つ方が2安打じゃ、まあどうにもなりませんでした。ということで、それでも無事3位で終わりましたので、今度の14日ですかね、14日土曜日、来週になりますけども、からクライマックスシリーズが広島と、相手の本拠地広島で、3試合、その3試合のうち2つ勝った方が阪神に挑戦権があるという形になります。ということで、来週の、土曜日まで、試合はないんですけれども、今選手たちは必死に調整中だと思います。ね、まあここまで来たんだから頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね。まあ広島も必死になってくるだろうし、たった3試合ですかね、2試合勝てばいいので、もう作戦も何もないと思います。全力で来ると思います。今日は何を歌っていただきましたか。ですね、あのスコットランド民謡の釣り鐘、ごめん。大丈夫よ。いや、美しきという題名になってます。はい、はい、美しきをお聴きください。はい、
はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。美しき、ね、今紹介するときにちょっと間違ってスコットランドのウンタラカンタラって言ったんですが、もともとスコットランドの民謡で、スコットランドの釣り鐘奏っていうのが現代に近いのかな。そうね。ね、でそれを、明治15年だって、14年とか15年にその、小学生のため の、まあ、あの曲集を選ぶときに、その海外の、曲に日本の歌詞をつけて載せるといった段階で、美しきという名前で、掲載された。そうですね、中身はほとんど違いますよね。そうね、歌詞の内容は全然釣り鐘奏っぽくはないですよね。ということで、でこの歌はあなたはいつ歌ったの？いつ歌ったの？これね、うん、あのもう本当にわからないぐらい昔だった。わからないぐらい。それは小学生の頃っていうこと？それとも中学生の頃？やっぱりあの小学生の頃はあんまりね、そういう歌は歌わなかったよね。特に海外のね曲ですからね。そうね、うん、だからやっぱり小学生になってからですね。うん、これは何、合唱かなんかで歌ったの？そうですね、あの歌ったっていうよりも、うん、あの聞いたっていう方があれで、自分が歌ったっていう記憶よりも、うんうん、あ、聞いて覚えたっていう感じですね。それは誰か他の人が歌ったのを聞いたの？それともレコードを聞いたの？うん、そうですね、レコードも聞いたんでしょうし、ラジオから流れてたり、まあ、あのちょっと聞いた方が強い印象で、うん、だから言葉も、うん、あ、こんな言葉だったんだって思いましたね。なんかね、あの訳詞した人も4人5人いるみたいで、そうそうそう、堀内敬三さんとか津川修司さんとか、今日のは、誰でしたっけね、今日の稲垣、ちょっとね、うん、私たちあんまり馴染みないんですけど、そうですね、というふうに何個か歌詞があって、しかも題名もスコットランドの釣り鐘奏っていう風にしてたり、美しきっていう風にしてたり、ね、まあ、いろいろあったんですね。やっぱりあのその頃は、うん、あの日本の言葉に直した段階で、うん、やっぱりちょっとこう題名も変わっちゃうんですね。そうね、うん、ということでした。今日はその美しきという曲をお聴きいただきました。どうしても野球のことがね気になるんですけれども、どうぞいやいやいや、あのそうじゃなくて、うん、まあ、とにかく来週土曜日からがもう本当に今シーズン最後の3試合になるかもしれないんで、我々ね、バーバーが出れればね、そうね、あのね、最後まで残ったっていうところがまだね良、うん、かったですね。まあ、とりあえず10月に入っても野球が見れるっていうのはこれはね結構幸せなんですよ。そうですね、やっぱりちょっと気候も変わってきてるんですね。うん、そうかもね、うん、ということで楽しみにしていきたいと思います。ではね、またね。はい、またね。